みんなこんにちは、ハリーです。ボッティの出頭世界今回なんですけれども、トヨトミコちゃん、どのガチャ引けばいいの？早速やってんか。いや、今回ね、ホワイトデーイベントの記念イベントが来ます。それがこちら、はい、こちら2024年ホワイトデー記念イベントキャンペーン、よいしょ青くてかちょっと待って、むちゃくちゃかっこよくない？これ俺いつも思うんだけどさ、バウンティラッションこのキャンペーンのサムネイルってめっちゃいいよね。あの一番好きなのは、あのシャンクスが復刻したやつ、どこだどこだどこだ、あったか。あー、これじゃないんだよ、違うの違うの。なんか赤にまみれたやつどっか行ってない？どっか行ったね。これはね、赤にまみれたやつかっこいいんだよな、ほんと。あのシャンクスの記念のやつもね、みんなよかったらどのサムネイルが好きですかってアンケート取ろうかな。いや、ほんとに今回来たホワイトデイベントが来たことによってですね、なんとガチャが大量に発生しました。もう今ガチャランすごいことなってるよねどれ引けばいいの？シャンクスもね、あってベティちゃんもあって、ロジャーもあって、サンジ君のホワイトデーもあり、なおかつ 1.3 億ダウンロードの記念イベントもありっていうことで、もうとんでもない数のガチャがあります。でこのガチャたちね、どれ引けばいいのとか、今後ねイベントがいっぱい来るんだけどさ、そのイベントの中からどれを引いていけばいいのかなっていうのも迷っちゃったりすると思うからね、今回は一緒に見ていこうぜ。さあ、すげてか、まずですね、結論言っちゃおうかな。結論ですね、ダイヤ数とか、もう限らず、東武線キャラクター持ってないよとかって、始めたての人ですよとかっていう人に関しては、もう圧倒的ロジャー船長のガチャ引いてください。これ一択です。マジで。あと今、環境で強すぎます。なんだったら、この後ね、7月、8月まで使えるし、7月、8月の東武線キャラクター出た後も裏キャラとして使えるからね。例えばさ、去年出たさ、カイドウっていうキャラクターいたじゃん。このカイドウってキャラ。このカイドウってキャラってさ、ゲッターのキャラクターでしょ？だからね、他のアタッカーとか環境を取ってきたディフェンダーとか、そういうキャラクターたちが登場したね後でも結局裏で使えるキャラクターだったわけよ。だから環境に残ったわけで、ね、だけど対して見てみた時にさ、マムとかどうだった？ぶっちゃけさ、キドロとか出てきて、ニカが出てきて、アルベルとか出てきて、裏で使えますかって時にさ、いやディフェンダーで裏はなとかならなかった？いや正直なったよね。なんかぶっちゃけこの後環境に使えるキャラクターっていうのは、まあ、ゲッターっていう風に限られてるんですよ大体。まあアタッカーとかもね、ごく稀に使えるパターンもありえるけど、アタッカーっていうのはもうガンガン時代が変わっていくごとにね、その都度強いアタッカーが登場してくるんで、結局ね、まあ、登場しているシャンクスもいるけど、まあ、エンマゾロが結局通常攻撃でコンプリートしたわけだし、そのエンマゾロを上回る形でね、エンマゾロ登場後に登場した最強アタッカーな青山とも言いますよ。まあ、青山とだったら全然ゾロ君狩れたりするしね。で、青山とを超えたアタッカーと言いますと、S 山出たよね。 S 山シャンクスボコボコにできるもんね。でゾロ君に対してもかなり強いわけだから、結局さ、こんな感じで強いアタッカーっていうのはその都度登場するんだよね。で過去の傾向を見てみても、この中で引くべきなのは、まあ、圧倒的にゲッターのキャラクターになってくるっていうわけなんだよね。なので、まあ、今引くんだったらね、このロジャー船長引いちゃってください、お願いします。でロジャー船長引いたよとかね、いやでもちょっとシャンクスとか迷ってんだよねみたいな人に関しては、まあ、推しのキャラをみんな引いてってね、まあ、前提条件として。でその後だよね、まあ、ロジャー船長当てましたとかって言った人ってさ、どんぐらいダイヤ使ってんのって話になってくるのよ。例えばね、1000個とか残ってる場合は、まあ、1000個とかだったらシャンクス確定できないから引かないでおいてとかさ、じゃあ1000個だったら、まあそうだね、ここで引いてかけらをゲットするのもいいよとかね。だってこれだって一周さ180個でかけらが50個もらえるんだよ。でこれさ5周できるってことは900個ダイヤを使うと250個かけらゲットできるわけよ。レベルが上がるガチャになってんのよこのガチャって。だけどね、もうちょっと注目してほしいのは、かけらのガチャってこれだけじゃないじゃん、こっちもあるんだよね。180個で50個ゲットできるよっていうね、360個使うことによって100個ゲットできるよとかもあるし、ちょっと課金できるんだよみたいな人だったらさ、今だったら僕ちょっと引いちゃったけど、このね100個ダイヤがついて、なおかつ今回だったので400個ダイヤゲットしながら200個のかけらゲットできるよみたいな話になったわけよ。だからちょっと結構迷うと思うんだよねこれに関して。だからここをちょっとぶった切って言っていくと、ぶっちゃけロジャー当てたんだったら、このロジャーをすぐ環境で使ってほしいんで、環境キャラクターに使えるかけらのガチャを引くのが僕はおすすめです。例えばロジャーで、まあ、1000個が余っちゃって、シャンクスを当てにね欲をかいちゃうと、もうダイヤ全部一気になくなって終わっちゃうだけなんで、まあ、ぶっちゃけシャンクスとか引かなくていい、環境で一番使える、今後も使えるゲッターを引くべきなんだよね。でこれ引き終わったら、まあ、僕だったらそう
だね、この記念ガチャ 1.3 億を引いてかけらをゲットして、ベティちゃんを引いてかけらをゲットして80レベルとかにしたり、すぐに100レベルにしたりとか、そういう感じにしていくかな、僕だったらね。もっと幅を広げて見ていきたいんだけどさ、今1000個とかだったじゃん、2000個2500個とか3000個残ってるよみたいな人、どうすればいいのって話になってくるよね。で今回のシャンクスのガチャ、この人3000個あれば確定できるんだよ。で今環境でシャンクスでも使えてさ、ロジャー船長に対して強いよね、ちょっと迷っちゃうんじゃない。でしかも3000個とかあるんだったらさ、ホワイトレガチャとかを引いてこのチョコをゲットして、ここの交換所の方でさ防御力アップの方も使えるよね。今ロジャー船長に合うよ防御力アップのメダルって、メダルで 18% これも 18% 作れるよね。3000個あったらこの 18% できちゃうんだよ。だからめっちゃ迷うよね。なんだけど、まあ、僕が3000個あるんだったらどうするか。結論、やっぱりかけらのガチャ狙います。なんでかというと、さっき紹介した通り900個あればね、これ250個ゲットできるでしょ。なおかつここのガチャを引くと360個で100個ゲットできるんだよ。ってことは合計してみると1260個あればかけらが350個手に入るんだよね。なので1500個くらいあるんだったら、ぶっちゃけ350個のかけらゲットして、こんな感じでね、星6 100レベルにするためには80レベルから800個かけらが必要になってくるわけ。なので僕あとちょっとガンファウル400個なんだけどね、400個かけらがあれば80レベルにすることができるんで、まあ、そこまでに間に合うような感じでかけらを引いていきます。でそうすると残りが1500個くらいになってくると思うんだよ、3000個の人たち。そしたらその1500個を使って今後食うであろうロギア系のかけらのガチャとか、最悪の世代のかけらのガチャ、そういうのを僕は引いていきますね。でこれを引く時間っていうのがめちゃくちゃ重要になってきてて、例えばね、去年だったら4月後半から8月下旬9月下旬まで約5から6ヶ月間かけらとかダイヤを貯め始めた時、そこから始めた場合は2000個以上貯まるようになってきてんの。だから4月の下旬まではキャラクターを育成する形にね、ダイヤを使っていった方が僕は過去の傾向的に見るにめちゃくちゃいいと思うんだよね。実際そうですね、今年も流れ的には。なのでかけらのために一旦使っていって、5月上旬とか4月下旬からダイヤをかけらを貯め始めれば、十分ね次の超別人キャラクターを確定させて、なおかつかけらで100レベルにすぐしていくことっていうのができるようになってくるわけよ。なのでとりあえずは一旦3000個とかある人でもかけらのガチャとかに使っていくっていうのがおすすめで、注目ガチャっていうのがたくさん来るわけ。例えばゴールデンイベントとかで超別人キャラクター新しく登場したりとか、その前にねダイヤを10個だけ使って星のキャラクター11点当たりますよみたいな神ガチャ来たりするわけよ今後。そういうガチャのためにダイヤをね250個とか500個残しておくっていうのが重要になってくるから、まあ、一旦はかけらのガチャを使っていって、その後に貯めていって様子を見ていくっていうのがめちゃくちゃいい方法かなと思います。初めの方はねやっぱサポートとかも低いと思うし、無課金者とかにだね、微課金者とかに限らずね、一旦キャラクターレベルアップさせるためにかけらのガチャ引いたよみたいな人でも、装備すぐサポート弱かったらさ使えなかったりすると思うんだよ環境で。こんな感じで多分パーセントとかね上がってない人も多いと思うんでね、となってきたら、まあ、サポートのガチャに引いていくのがいいのかなと思います。まあ、ただね一旦は超別人キャラクターゲットするためにダイヤを使って、その後超別人キャラクターを育成するためにかけらに使って、でそのかけらとかを貯めている間にリーグとか潜りまくって、リーグに潜るとお宝チャンスとかでさたくさんねキャラのかけらゲットできるから、こうやってサポートパーセンテージを上げていくっていうのがむちゃくちゃいい方法なんじゃないかなと思います。例えば今だったらシャンクス来てるんでおすすめなんですけど、おすすめのねサポートこちらになります。シャンクスとかだったら、まあ工場キャラクターとかでね作れるこのねセットむちゃくちゃ優秀ですよ。ゲッター、麦わらの一味、パラミシア、船長、新世界最悪の世代っていうことで、工場キャラクターほとんどだからね、この後ろのロー君とこの麦わらのルーピー、そしてこのバウンドマン以外は全員工場キャラクターだから、みんな持ってるキャラクターだからさ、これらのキャラクター持ってなくても、あこういうねサポートが作れるよみたいな、これに似たやつが作れるよっていう形になってるからおすすめだからね、みんなぜひ作ってみてください。はい、ということでどうでしたでしょうか。今来ているガチャね、どれ引こうかなみたいな人も多かったと思います。まあ星をつけて最後に紹介していきますよ。ロジャー船長星5以上です。もうめちゃくちゃ満点です。そしてシャンクス、まあ、引いてもいいと思います。ぶっちゃけ今ね環境でロジャーとか持っちゃっててもう100ですよ、ダイヤ余ってますよ、シャンクス確定いきますよ、チケット買いますよっていう人は一番いいんですけどね、まあ、そういう人はシャンクスを引いて楽しんでいくのがめちゃくちゃいいと思います。特にシャンクスに関しては今回ロジャー船長の時になんで環境で上がってきたかっていうと、ポイントが2
2つあると思ってて、1つは気絶状態が入らないんだよね。気絶状態はシャンクスの特性でずっと入んないんで、むちゃくちゃ感覚が活躍できるわけよ。なおかつこの人状態以上も他のやつも入らないっていうことで、破棄状態にできて最大体力は恩恵を受けて攻撃のバフも上がり、吹っ飛ばしを持ってるから旗を外しやすくて、吹っ飛ばしするたびにバフが上がっていって、なおかつ状態以上も入らない、絶状態も入らない、瞬間移動もできて飛びやすい、ロジャー船長に食らいつけるね、そんなアタッカーになってるわけなんだよね。でそしてまあもう一つ言うなら、ロジャー船長に、これはシャンクス側じゃなくてロジャー船長側なんだけどさ、ロジャー船長破棄解消なかったんだよ。だからシャンクスがね、環境で活躍し始めたってことも言えるわけよ。なので、まあ、こんな感じでシャンクスが、まあ、破棄解除がすごい重きを置いてるキャラクターになってるということで、破棄解除を持ったキャラクター今後登場しなかった場合は、全然ね今後も活躍していく可能性が高い最強アタッカーだと僕は思うんでね。状態異常が効かないっていうのがまずやばいよね。状態異常を持ったキャラクターになおかつ破棄解除がない、まあ、今後ね青マムが情報修正しますけど、青マムに破棄解除を持った性能はつかなかったよね。だから感電状態が増えたとはいえね、ぶっちゃけシャンクスはいなくならないんで、なのでシャンクスは引いといてもいいんじゃないかなと思います。まあ青マムが登場することによってね、旗を握ってくる、無敵で握ってくる、そんなキャラクターになってますけど、状態異常が入んねん、破棄解除もないマム、シャンクスからしてみたらね、ぶっちゃけマムは全く怖くないです。なのでシャンクスにとっては、まあ、カモが1体増えるようなもんなんでね、まあ、四季ちょっと怖いかもしれないけど、こんなんじゃ環境変わんないよっていうこともあるんで、シャンクスは持っといてもいいんじゃないかなと僕は思います。こちらも同様に星5です。ベティちゃんの、かけらのガチャ、そして、このキングのかけらのガチャは、まあ、どっちも星3かなと思います。おすすめできる人はレベルを上げたいよみたいな人ですね。ホワイトデーガチャに関しては星3でございます。まあそんなにすっごいおすすめなガチャではないんですけど、これ引くことによってね、サンズとかが当たる可能性があるわけ。フェス限キャラクターでワンポイントのキャラクターになってんだよね。こういうキャラクターってさ、まあ、ぶっちゃけ楽しいよ、持ってたら環境で対抗できるワンポイントキャラクターになってるからね。状態異常とかできる、しかも短縮もしながら気絶状態の短縮を持たせればさ、もうずっと動いたままロジャーに対抗できていくわけだからね。ってなったらさ、まあ確かに面白いっちゃ面白いんだけど、環境でトップじゃないじゃん。だからさ、始めたての人とか無課金者の人とか、まあ、ぶっちゃけ全力で引いていくっていうガチャにはなってない。ただまあこのねホワイトデーのこのイベントメダルめちゃくちゃ優秀なんで、ここでゲットしたいよみたいな人、このためにやりたいよっていう人はぜひおすすめしたいかなという意味も込めて3でございます。ぜひおすすめなので引いてみてください。さあどうでしたでしょうか、シャークスからなんか来ました。さあどうですか、今後も楽しみにしておきましょう。今のねイベントガチャたくさんあるんでね、今後たくさんもっとガチャが来るからね、みんなワクワクして楽しみに待っていきましょう。見ていきました、次の動画を。ではまた。はい、ということで、すいません、あの家の中から撮影しておりますが、この動画撮ったのがね、あの結構前であのまさかね黒ひげが来ると思わなかったんだよ僕もなので内容的には変わらないんですけど、黒ひげのガチャが来たよということで、黒ひげのガチャもねなんかおすすめ度的にね話していきたいんですけど、ぶっちゃけたこと言うと、引かなくていいです無課金者の人は。はい、まあ、引いてもいいと思うよ。なんでかっていうと、このキャラね、あのサポートめちゃくちゃ強いんだよ。だから大岡七部会とかだけじゃなくて、あの赤属性のパーティーをね作りたいよっていう人にとっては、この黒ひげってめちゃくちゃ重要なんだよね。ごめんね、あのめっちゃ反響してるめっちゃ反響してるよね、ごめんね、家の中です、すいません。ディビンから撮影してるんですけど、そうなんですよ。なので黒ひげってね、こんな感じでサポートがねむちゃくちゃいいんですよね。なのであの赤属性のパーティーで作りたいよとか、グランドライン作りたいよみたいな人にとっては必須になってくるん でこれがね、あのチケットで4000円プラス160個のダイヤで確定できる、これはね安いと思うね、めちゃくちゃ。なので、まあ、チケットでねちょっと課金してゲットできるよみたいな人は、このチケットで引くのがおすすめですし、どれだっけ、あこれか、これで引くのがねおすすめで、1000円なんでね、4枚で4000円とで160個で当たりますと。ダイヤ数ね、この前の動画間違えてね、あの600個って伝えてたんですけど、僕ちょっと目悪くてね、あのごめんなさい、メガネかけてなくて間違えて数えてました。160個でした。なので、800個で確定になります、すいませんでした。で800個で確定でね、で言ってもまあ800個なんで1500個くらいダイヤ余ってるよみたいな人とか引いてってもいいんじゃないかなと思います。まあ、詳しくはね黒ひげの方の動画で紹介してるんで、ぜひそっち見てみてください。まあ星で評価すると星4かな。まあ、環境でちょっと使えないんですけど、サポートでは優秀ですし、このサポートの優秀なキャラクターが安く手に入るよってことで、星4とさせていただきます。
はいっていう感じでした。いやーめちゃくちゃガチャあるね今ね。めっちゃ迷っちゃうねみんなね僕が無課金者だったらどれ引くかな。やっぱロジャー引くかな。ロジャー引いて余ったらこういうかけら系だろうね。はい、ということでぜひ参考にしてみてください。見ていただきました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイみんなー。